はい、どうもこんにちは。皆さんには盛れる角度ってありますかね。まあ普段あんまり写真撮んないよって人がね多いと思うんですが、まあ、どうせ動いたらダメな皆さんなので、せめてねその止まってる時だけ写真撮られる時に一番いい角度をね見つけておくのは大事かなと思います。自分はねこの前ちょうどね見つけちゃったんですよ。すごくいい角度、ちょっとこれ見てください。どうぞ。よくないですか。なんかこの角度で撮るとね自分の顔の弱点が全て消える、全てまあ正確には隠れるんですよね。なかなかこれいいなと思った人はね、ぜひコメント欄で、たくみ三角形と書いてください。たくみ三角形、三角形、お、三角形している。お、三角形している。お、三角形している。ということでですね、今回は三角形の問題扱っていきたいと思います。問題がこちら。周の長さが L である三角形の中で面積が最大となるのが、正三角形であることを示しなさいって問題やっていきたいと思います。まず注目すべきポイントは周の長さが L と固定されていること。こうやって周の長さが固定されている中で面積が最大になる図形を探すのをよくね等周問題って言ったりします。今回はその三角形バージョンを扱えってことだね。だからまあ一本のロープが渡されて、そのロープで三角形作れと。そしてそのロープで作る、まあ三角形の中で一番面積最大となるのが正三角形であることを示せと言ってる問題です。まあね、結構その対称性が高い図形の方が面積大きくなるだろうっていう直感は働くと思うんだけど、この問題をね、いざ証明しようと思うと結構ね、難しい問題になります。ちょっとなんか方針とかがね、まあ違うと時間かかってしまったり、高校の範囲を超えてしまったりするんでね。今回はまあ高校の範囲で収まってる中で、一番スマートだと自分が思うね、解放で解いていきたいと思います。じゃあ早速始めていきましょう。この定理の証明と。はい、まずね文字設定しましょう。三角形の辺の長さを設定する。はい、ABC としましょうと。この時実はね面積 S がもうこの ABC を使って表すことができます。どんな方法を使うかっていうと、それがヘロンの公式というやつ。はい、ヘロンの公式、忘れてる人のためにね確認しましょう。ヘロン、こっちに書きます。はい、ヘロンの公式って何かっていうと、今三角形書いてみます。三角形こうやって辺の長さが ABC である三角形の面積ラージ S にしよう。これがこんな風に表せますよっていう、まあ、公式です。はい、ルートの S のカッコ S 引く A カッコ S 引く B カッコ S 引く C と。これはスモール S なのでちょっとこれと区別してください。で、このスモール S なんだよと思うと思うので、スモール S の正体を下に書いてみます。スモール S はこれ。辺の長さを全て足して、つまり周の長さを2で割ったものがスモール S です。だからここに結局これが入るので、面積 S っていうのが三角形の辺の長さだけで表してる公式がこの辺の公式っていうやつね。まあ、なかなかね、メロンみたいな名前してて可愛いと思います。これが辺の公式。はい、これを使って今回の三角形の面積書いてみましょう。ヘロンの公式より三角形の面積 S はこんな風に書けるはず。はい、ここでスモール S っていうのはこうだよね。2分の A プラス B プラス C と。そしてここで注目してほしいのが、周の長さが L と固定されているので A たす B たす C は必ずラージ L になります。なのでこれは結局2分の L と。はい、これがスモール S の正体。なので自分たち何考えればいいかっていうと、結局スモール S っていうのは2分の L ともう動かない文字になっているので、ここは関係ありません。どこが変わってこの面積 S が変わっていくかっていうと、この部分 S-A×S-B×S-C とこの ABC のまあその配分によって面積が変わりうるわけです。なので自分たち今から考えなきゃいけないのが、このS-A×S-B×S-C が最大となるのがどういう ABC の時かっていうのを考えていけばよいという問題になります。ということで、まあ、文章をまとめておきましょう。三角形面積 S はこういうふうに表せると。はい。まあ、ここからもね、なかなか難しいんですが、この S-A×S-B×S-C が最大となるような ABC を考えたいと。まあ、この似たような形のね、3つの文字の積の最大問題を考えたいと。どんな方法があるかって結構悩むと思うんですが、まあ、もちろんね、その数三とか勉強して、水木とか知ってる人とかね、まあ、あとは大学数学も知っていて、三変数関数のね、最大値問題知ってる人とかっていうのは、まあ、ゴリゴリやっていくことは可能だと思うんですが、ここではまあね、なるべく、その、まあ、初等的な高校数学の範囲で一番スマートにやりたいので、ある方法を使っていきたいと思います。その方法のために、この S-A とか S-B とか S-C が、正であることを言えないとね、今から使う方法が使えないので、一応ね、今、この S-A、S-B、S-C、このルートの中身にあるこいつらが、
正であることを、ね、確かめておきましょうと表せる。ここでじゃあまず S-A から S-A どんな風に表せるかっていうと、スモール S の正体がこれなので一回あらわに書いてみましょう。こんな感じのはず。そして今これ通分して B たす C の方を先に書いたらこんな風に書けるはず。はい、これ2分の 2A にして引き算を実行しただけ。いいでしょうか。そしてこれが絶対にセルあって実はもう言える形になってるんですが、わかるでしょうか。これ A とか B とか C が三角形の辺の長さってことを思い出せば、この分子の部分必ず正になるってことがわかると思います。なんでかっていうと、2辺の和っていうのは必ず他の一辺よりも大きいはずなので、三角形の性質として2つの辺の和と1つの辺比べてるので、これ必ず分子は正になります。それを正の数2で割ってるだけなので、これが0より大きいと言えると、三角形の辺の長さの性質を使ってこれを正だと言えますと言えると、と言え、同様に S-B も S-C も同じようなことができるはずだね。はい、これで準備が整いました。3つとも正の数で、正の数であるってことが言えば、そして何が使いたいかっていうのは、ね、ここでじゃあネタバラシをしましょう。それは相加相乗平均の関係です。はい、相加相乗平均の関係よりと、この相加相乗平均確認しましょう。これぐらい知ってるよって、ね、言われるかもしれないんだけども、よく考えてみてほしいのが、相加相乗平均の関係使うときって、おそらく2つの文字に対して使ったはず、まあ、要するに2つの、2つのものに対して、2つの変数について使ったはずなんだけども、今回3つあると。3つもできるのかなと思うかもしれないので、ちょっと説明しましょう。これはね、高校数学の中で やや発展なんだけども、相加相乗平均って3変数でも成り立ちます。それを書いてみましょう。3変数バージョンの相加相乗平均。じゃあこれ2番にしたのでこっちに書きます。相加相乗平均の関係ってね、もう明らかにちょっと文字が多いので、略して書きます。英語の略称を使って AMGM って書きましょう。はい、これ同じことね。これなんかまあ AMGM とかって略すとね、なんかかっこいいよね。そういうのでなんかちょっと気分が上がる時期あるよね。そういう中二心をくすぐられるような、その今時期です。はい、ということでちょっと書いてみましょう。3変数バージョンの相加相乗平均の関係、今使ってる ABC とは関係ないと思ってください。 A とか B とか C って3つの正の数持ってきます。はい、3つの正の数に対してこれが成り立つと。どんなのが成り立つかっていうと、これが成り立ちます。これ今この左側が全部足して3で割るっていう、いわゆる加えて割った相加平均ってやつ。そして右側は3つを普通に掛け算して、そして3乗根を取るっていう平均の仕方をしたもの、これが相乗平均ってやつ。相加平均と相乗平均の関係というのは必ず相加平均が相乗平均以上になります。これは2変数の時でも同じだし、実はね3変数の時でも同じ。これは証明はしませんが、実はね4変数とか5変数とか一般にまあ N 変数になっても相加相乗平均で実は成り立ちます。だからこの特別な場合の3変数バージョンを今ここに書いてみたと。で、統合性質の条件も2変数の場合と全く同じです。2変数の場合は2つの変数がぴったり同じになるときだけが統合成立したけども、今回だったら3つの変数が全て一致するときのみこのイコールが成立します。統合成立は今言った3つが同じ場合のときのみと。はい、これが3変数バージョンの相加相乗平均の関係。これを使ってみたいと思います。そしてね、ここでもね、ややまあ変わったことが起きるんだけども、相加相乗平均マスターのね、視聴者の皆さんだったら、普通相加相乗平均を使うのはこの左側の式を評価するためにこっち側に注目して、なんか簡単な式になるものを持ってきたっていうねのが今までだったら普通だったと思うんだけども、実は今回はこっち側に注目します。なんでかっていうと、今注目してるのは3変数 S-A、S-B、S-C の積の方だから。なのでこっち側に注目した不等式を書いていきます。先にだからこっち書きます。やってみます。正の数3つ持ってきたので、それを全部かけたやつ、はい、の3乗根っていうのが相加平均以下になるって式を書けばいいと。はい、3分の S-A+S-B+S-C と。これまとめてみるとどうなるかって言ったら、3分の今これ S が3個あるので 3S、 そして -A-B-C と、だからマイナス括弧の A+B+C なので引く L になります。ラジ L と。そしてさらに S ってのはこれ2分の L のことだったので、
この部分実は2分の L と同じです。2分の L、だからこれ分母分子を、2倍して通分してあげましょう。通分というか、まあ分子のこの分母なくしましょう。そうするとイコール分母が6になって、3L-2L だから分子が L よって6分の L ということになります。ここで今何やってるかもう一度確認しましょう。今考えてるのが、もともとこういうのを考えてた。三角形の面積ラージ S っていうのはもうこうやって辺の長さで表せていると。何によるかっていうと、この S-A、S-B、S-C っていうこの三辺数の積が最大になるときを調べればよいと。今ここにそれは入ってます。ここに入ってます。そして三条項は取ってるけども、どうせこれ正の数なので、中身が最大になるときとこの 三条項が最大になるときは同じなので、これ自体が最大になってくれればいいと。そして今注目しているこの部分っていうのが6分の L 以下であると。必ず固定されている数以下であるって言ってるので、絶対にこれは6分の L 以下なわけです。なので一番効率がでかくなるのは6分の L になる瞬間が一番でかいはず。そんな時があるのかと調べる必要があるんですが、それがつまり統合成立の瞬間、S-A と S-B と S-C が全て同じの時だけだよね。そんな風な ABC の組み合わせが見つかれば、今回はその時が最大値と言えるわけです。そんな ABC の関係が。なので最後に統合成立を調べてあげましょう。統合成立は3つが同じ場合の時のみと、 S-A イコール S-B イコール S-C、 つまり何を言ってるかっていうと、全部同じなので S 全部消してで、マイナス1倍全部すれば A イコール B イコール C の時だってわかると思います。 A イコール B イコール C の時のみと。これは3つの辺の長さが同じってことを言ってるので正三角形であることの証明になってます。証明終了ということ。今回のこの証明もう一度最初から振り返ってみましょう。まず最初にこの辺の長さが、辺の長さを設定した ABC っていう、でも周の長さが L で固定されてるから A+B+C はラージ L ってもう決まってる。3つの変数の方は決まってる。ただどういう風に配分するかっていうので面積が変わりうる。どんな風な形で変わるかって言ったら、この S-A、S-B、S-C の3変数の積の形で決まっていると。この3変数の最大値問題どうやって解くかっていうと、この3変数バージョンの相加相乗平均の関係があると。このめちゃくちゃかっこよく言うと AMGM インイクワリティ、イクワ噛んだのでやめます。 AMGM 不等式と、こうやって正の数3つに対して3変数バージョンの相加相乗平均の関係が成り立つ。そしてこの統合成立する瞬間っていうのが2変数の場合と同じで、全てがイコールの時のみと言ってるので、今回はここから S が消えて ABC が全て等しい時だけですよって分かると。それが正三角形にしてるので今回の証明が終了になります。どうでしたか。結構なかなか歯応えがねあっていい問題だと思います。最後にちょっとおまけで言っておくと、最初の方にね、こうやって周の長さが決まった状態で面積を最大化する問題っていうのはよくね等周問題って言われますって言ったんだけども、今回は三角形バージョンだったけど、これは実はだから四角形とか五角形とか一般に N 角形の場合でも同じことが実は言えて、その場合常にね正 N 角形が最大だって実は示すことができます。だから今回実はその特殊な場合を扱ってみました。そしてねこれ、まあ、もっと難しくなるんですが、特にね高校の範囲だけで解こうと思ったらねもっと難しくなるんだけども、この何々角形っていうのを条件として課さない場合、つまり長さが L のロープだけ渡されて好きな図形作ってくださいと、曲線が入っててもいいです。その場合どんなね図形が面積最大になりますかって問題とかも考えられます。実はねこれ問題、答えがね円になるんだけど、なかなかねこれも歯応えがあってね、まあ、興味深い問題だと思います。等周問題興味があったらね今後も調べてみて、ググってもいいのでね勉強してみてください。ということで今回の授業これでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の授業少しも面白かったら役に立ったなと思ったらぜひチャンネル登録高評価のボタンよろしくお願いします。そしてこのチャンネルはですね皆様のまあ広告収入だけではなくて、クラウドファンディングでね成り立っているので、ぜひねこのチャンネル応援したいなと思った方はね、概要欄にあるページから、ご支援よろしくお願いいたします。それではねまた別の授業動画でお会いしましょう。さよなら。